定若干です。今僕はあるハンバーガーショップに来てるんですけれど、一体どこのバーガーショップでしょう。っていう問題なんですけど、先ほどと本屋によって図書券があった、図書カードがあったので買い物をしてきました。どういったものを買ったかというと、お、あ、なんかアラームがっていう、できましたよと。何バーガーと。お水をつけてくれるっていうのがありがたいですね。特にジュースとかはいらないんで。これね、これエビカツなんですけど、エビグラスソースみたいなのがなってるんですね。実はこれはモスバーガーの、期間限定エビグラスエビカツバーガーというやつみたいです。それではぜひ、食べていきたいと思います。いただきます。エビバーガー、なんかよ、これが一番美味しいのかな。歯応えがいい感じです。結局はモスバーガーは何がいいかみたいな、疲れてる野菜、キャベツだとかレタスとかトマトだとか、そういう野菜がやっぱり新鮮で、まあ、安定感あるのかなと思います。ちなみに昨日散髪しました。その辺をちょっと切りすぎたなと。こっちがこんなもんかなと思うんですけど、こっちが、左サイドバックを切りすぎたから、まあ、期間限定のやつがあってよかったな。もしなかったら何にしようがだいぶ迷ってたのかなって思いますね。スパイシーモスチーズバーガーにしようか、テリヤキバーガー、はたまたテリヤキチキンにするかってね、これがあって迷わなくて済みました。
綺麗に拭きました。